先生、またお会いすることができて光栄です。私もですよ、龍之介君。おう、髪が乱れてるじゃん。整えないと。太宰君は自分で無頼感を歌ってるくせに見た目にはこだわりがあるな。僕たちが心血注いで作った世界を汚すなんて。僕がみんなを守るんだ。教官、共に行くぞ。はい、来いよ先生。父さん、チャンスだぞ。分かってるよ、カタイ。